脱衣大海物語。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、なんでしょうか。今日はサンヨさんにお邪魔しまして、このスロットの海物語を、まあそういう冗談を避けておきですね年末の新題として大海物語4の MTB がもういよいよ検定切れということで、まあ、それの大外記になりうるのかということで、この大海4 SP を今日はちょっと丸裸にしていきたいと思うんですけど、例によってですね、私一人で打つのはちょっと心もとないということで、ヒロインお呼びしております。ヒロインも丸裸にしてやろうと。もう皆さん見といてください。今までの動画でみんな嫌がってるのに向かってきた勇者モサですよ。モサ、もはやモサ、まあ、しかもこの海にちょっとゆかりのあるということでですね、それではお呼びしましょう。本日のヒロイン、小柳あゆみさんです。はい、こんばんは。6代目ミスマリンちゃんの小柳あゆみです。よろしくお願いします。モサモサですね。なんかもう今まで皆さんもいやいやってこう共演 MC やっていう中なってる中でですね、ちょっと丸裸にされに、はい、やってきましたもう危ない空気がもうブンブンしてますけども、今日は今日はちょっと危険な匂いがブンブンしますね。ちょっと、ま、負けないよね。ちょっとすごいオーラが、オーラとか勢いがごっついんで。あ、そうですね、ちょっと態度でかいんでそんなことないよとか言ってくださいよ。そんなことない、そんなことない。これ先明けでからですけどいや、お酒ね、飲んでなくてこの声なんですよ。約1年ぐらいお酒飲んでなくて。え、すごい。あ、ごめんなさい、嘘ちょっと嘘っていうか、違う違う、ちょっと実家帰った時に一口ぐらいは飲むんですけど、基本ノンアルコールビールで乾杯してます。あ、それなんかあったんですか。もうやっぱちょっとだいぶいろいろあったからお酒で。違う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 、なんか1年前ぐらいに腹膜炎で入院しちゃって、ほう、でその時にあのガンマ、ガンマの値調べたら結構高くて、もうええでしょ、高くて29なんですけど、高くて肝臓が弱いって、だから飲み続けてたらやばいよって言われて、あ、じゃあやめちゃおうかなと思ってやめちゃったみたいな感じ で、ね、そしたら高校生の時の体型に戻って、はい、だからあのトミーさんの大好きなおっぱいはないです。私今ダブル A カップなんですよ。ダブル A カップなんですよ。ダブル A って何。トップとアンダーの差が6センチとか、私6センチなんですよ、今こことここの差が。切れなくていいじゃん。まあ、はい、女性はでも胸だけではありませんから、その辺もね。じゃあどこですか。大丈夫この番組は。じゃあ私今回ちょっと、天の声2で参加させていただきます。まずじゃあ、打つ前に今回真由美カスタムというですね、まあ今の私です結構入ってるこう自分流に信頼度とかを変えれる機能がありますので、お二方ちょっと赤いボタンを押していただけますか。あ、それがまじゃあ赤いボタンです。それは違う。ここはい、でこの魚群の信頼度とか一発告知の頻度が変えれるので、まあ、ちょっと好みで。じゃあ私 50%。 じゃあ僕 100%。 よし、一発告知、ね、普通一発告知。告知方法、いつものひっそり。ひっそりって何ですか。ひっそりはあのキュイってならない、ペカってきます。ああ、え、やだ全長か。泡全長して、あの同じ目が3つ止まった時に泡が出たらチャンス。あんまりあれ、あ、いや、一応入れておこう。え、全部これでいいか。もうなんか普通でいいですか。じゃあ富田マネージャーは信頼度 100% ですね、業務が出たら。はい、はい、出たら当たり。それで最後じゃあ設定完了してください。これもう設定完了ですよ。はい、これでいこう。アトランティスいきます。ではどうぞ打ち始めてください。あ、こうやって告知が出てるんでね、あの告知がどういうモードかって出せますので。はい、スペックを説明しさせていただきます。前回の大海4ミドルですね、これと同じような確率なので、約319/1で当たりますと。で今回大きなところで言うと確変割合は 52% になりましたが、いわゆる2ラウンド確変ですね、突確が、ありないので、全ての大当たりが出玉1500個取れるという形になってます。であと大きな進化としましては、初回点差ポアリ中の大当たりですね。今まで海物語のミドルタイプで全部時短100回だったと思うんですけども、今回時短中確変中の大当たりの通常当たり、こちらは、全部電サポが120回つくという形になってます。なので、確変中同士であり時短中の引き戻しは、31.3% と、大当たり期待値が上がってます。まあ時短が120回になったからですね。私が
で、まゆみカスタムっていうのがありまして、まあ、さっきやっていただいた通り、信頼度をいろいろ変える機能があるというのが一つ大きなところとしてあります。まあ、あとは全く一緒なので、まあ、今までの海物語近江4ですねと同じような感覚で打っていただけるというシンプルなスペックになっております。はい、説明はもう簡単に以上でございますので。ありがとうございます。はい、なんかいつも勝負してません？そうですね、大体やっぱり早掛けとか、うん、出玉がどっち出た方がとかやってます。今日どうします？あ、今日もやります。あ、いいですか？いや、いいですよ。じゃあなんですか、罰ゲームはハードですけど大丈夫ですか？まあまあ、ちょっとあ、そうですか。ちょっとハードなぐらいが好きですね。 MM なんで、 MM なんで。今回ちょっと考えたんが、脱衣大きい物語。でもってことは私が逆に当たったら、そうです、脱いでくれるんですか？そうです、私が1枚ずつ脱ぐっていう。まあ誰も求めてませんけど、もちろんそれは私がバンバンかけて小柳さんを丸裸にしていくっていう方がこれは面白いという。私一応ね、6代目ミスマリンちゃんということで、はい、勝利の女神なんてね巷では言われちゃったりとかしてるんで。なるほどなるほど、はい、多分私のが先当たるって信じてるんで、はい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 、その勝負受けて勝ちましょう。じっくり見ていってください皆さん、すぐ当てますから。この動画やるときよく聞くんですけどね、小柳さんなんか自分のオカルトみたいなのあるんですか？パチンコ普段そんな打たないんで。まあまあスロットでもいいですけど、スロットだと、他社なんですけどいいのか？いいですよいいですよ、はい、バジリスク打つとき、はいはい、天然が笑ったらまあ来てくれるみたいな、わかります？だから大塚愛さんのスマイリー歌ったりとかしながら打ってました。例えばあのね、本当に笑ってくれるんじゃあいつ。僕が喋るために絶対振り返ってくれるんで、振り返ってるのがめっちゃ美人なんですよ。なんか今日いい日だ、めっちゃ褒めてくれる。いつもね、褒められる現場に行かないんですよ。なるほど、もうゴミ飯のような目で見られる現場にしか行かないんで、V プレスさんっていう番組出さ、はいはい、動画の媒体出させてもらってますけど、拝見してますよ、はい、すごいゴミ虫みたいな目で見てくるカメラマンさんと一緒にやってるんで。こんななんか優しくされたら帰りたくなくなっちゃう。これあれ、OK のサインです。僕今回ネットで見ましたもん。このフレーズ OK の時の、OK の時の、帰りたくなくなっちゃ う、天の声が帰りたくなくなっちゃいただきましたけども。はい、はい、まあ、私はまだいただけてないんで、いただけるように。まあ、それよりも早く当ててですね、はい、小柳さんを丸裸にしていきたいと思います。はい、私もトミーさんを丸裸にする、当てる。いや、何も思わないでしょ、僕が脱いだところで。おっ、毛とか濃いですか？意外と薄いです。意外と薄い。あ、何？いやほら、なんか、はい、毛が濃かったらね、脱いで面白いけど、あんま来ないっすね。この人けど脱ぐの得意ですから。あ、脱ぐの得意な人ですか？僕だって初めての飲み会の時裸でしたから。それはやばい。僕との初めての飲み会でこの人裸でした。え、記憶は？え、いやいや知らんね。怖っ。いや、その時は僕まだ店長でもなくて役職やったんですよ。でもう天の声とか、まあ諸先輩方は皆さん店長なんですよ。で僕はここで名を売らなあかんと、インプットしてもらわなあかんってことで、なりふり構わずやろうって、なりふり構わず脱いだんですね。脱いで、まあまあなんとか認めていただいて、まあタムケンさんのパクリやったんです。そうそうそう、まあパクリなんだ、それもパクリという。いやでもその心意気は本当にね、そう、いや本当すごい、すごいやつきだなと思います。これはすごいぞ。いや、ここでもうやらないといつやんねんと。え、でも毛薄いんですよね。毛は薄い。ああ、あれですか、毛薄、濃い方が好きですか？濃すぎるのは嫌かも。あ、小柳さんはまだ大丈夫そうなんですけど、今日ね撮ってはくれてはるスタッフの方も女性なんです。そうですね、僕後で訴えられたりしないです。いや確かに。ちょっとギャルなお姉さんなんですよね。ああ、そうですね、そうそう、さっきもネイルがすごい綺麗で玉むしろですかって言ったら違いましたけど、みたいな薄いリアクションでも違うかったんで。そうそう、耳も痛いところの方に開けてはるんで。なるほど、軟骨のところ。あ、なるほど。私も痛いところに開いてる。痛いところ開いてるでしょ、ここ痛いんで。まあまあ骨なんでね。開いてないですね。僕開けたことないです。え、怖いんですか？怖い。
え、開けましょうよ。なんで今今さら、ねえ、40、開けよう。いやいやいや、え、耳タブ、耳タブ、いやいやいや、開けようよ。僕のこの福耳、開けよ、大事な福耳を。お願い。なんでなんで興奮するとこおかしいでしょ。あなた興奮してるところおかしい。なんでですか。え、嫌がってる人に開けたくないですか。いや、ちょっとね、おかしいなって思うところがあって、はい、さっきもこの大見方のね、新しいデバイスとして、はいはい、マイアミカスタムね、はいはいはい、あるんですけど、はい、マイアミカスタムって何ですかって、マイアミ、マイアミなんか言ってねえよ。一回ね、突っ込んであげたのに、またもう一回言ってましたね。そうなんですよ、ちょっと大丈夫かなってところが。いや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 、違う、いや、やってないですよ。ダメ絶対、ダメ絶対。いや、ダメ絶対、でもね、めっちゃ書かれるんですよ、そのコメントとかね。あの、今まではこいつ変な薬やってるだろとかだったのについにこいつ何かやってんだろみたいな書かれてて、本当にやってないの、本当にやってないの。ミスマリン6代目ですから、うん、どの海でいうどのタイミングぐらいだったんですか。海でいうと、はい、デビューが沖縄3で、沖縄3で、沖縄3、あとアクアとか銀パラ、情熱カーニバル、あとそれこそなんか沖でミスリーの桜バージョンも出ましたし、大海4も出てます。あ、3です、ごめんなさい、大海3ね、大海3も、大海3のブラックライト、これの前作にも出てると。そうです、あ、前作ちゃうわ、前作か、まあそうです。いや、結構じゃあ長いことやられてたんですね。そうなんですよ、いっぱい出てるんですよ。でも僕が見てた世界の中で見てたミスマリンが今目の前にいるわけですからね。いや、そうですよ、そうなんですよ。どうですか。いや、マジでキュンキュンします。わー、いい現場来た今日。え、なんで鼻で笑ったんですか。面白いわ。いやいやいや、鼻で笑って、笑ってない、笑ってない、笑ってないよ。え、てか全然来ない、ちょっと。そうっすね、おっしゃい、あー、やりました。今確かね、ひっそりでちょっとふわって光ってたんで。確かに確かに、あ、え、やりました。じゃあちょっと小柳さん一旦何を何言ってもらうんですか。話していただいて、あ、じゃあ靴ね、まず、まずは靴、まず靴、じゃあこのビビアンウエストのサンダル、はい、脱ぎますよ。じゃあまず靴を、なんか嫌なんですけど、靴脱ぐの取られてんの。これじゃあ私預かりましょうか。ちょっと待って、はい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 、あ、大丈夫、匂いは大丈夫、嗅がない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 、海なんで左打ちでいい。めっちゃ言われてて、海なんで左打ちで大丈夫ですよ。いやいや、ちゃうんすよ、海は両面ゲージなんで、どっから打ってもいいんですよ。 あなたね、あなた前回は右打ちを左打ちしてましたから、もうやめてもらっていいですか。本当、キコーナのエリアマネージャー大丈夫かと思われるんで。いや、ちょっとあの靴脱いでる仕草がすごい、ちょっとあのたまらんかった、たまらんかった、うん、それは思わずフルスロットルで靴脱いでる仕草がすごい、ちょっとあのたまらんかった、うん。私核変なんで、これもう一発当たるんで。そう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 。え、核変もありか。ありですよ、ありです、すごいなこれ。もう逆に動画の尺短くなってしまうかも。そう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 、ちょっともうほとんどモザイクになるかもしれない。ええよ、何でもええ。ああ、まあ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 、これどうします。それか、核変やったら脱ぐ。あ、そうしますか。さすがに、うん、あ、優しい、え、ね、優しい、いいんですか。いいよ、え、核変やったら脱ぐ。あ、そういうことね、核変あったり、今は脱がなくて。そうそうそう、おじさん優しいだろ。優しい。気持ち悪い。おじさん優しいだろ。あるんです。あ、マリンちゃん、やったー。もうね、トミー、はい、誰も期待してないからさっと脱いで、はいはい、え、どれ、え、これこれ私がどれ脱いで脱いでるの。 靴でいいですか。あ、いいですよ、いいですよ、どれでもいいですよ、うん、まあ、じゃあ靴はいい、靴は用意としましょう。 あなた、あなた、あ、はいはい、もう
各編昇格したら、あ、そりゃそうでしょですね、よっしゃまあまあ終わってからで、まあまあ、これが終わってから、終わってからで、はいはい、え、私も次の各編で当てるからね。さっき優しいとか言ってたのに結局2枚いかなきゃいけないっていういやでも私あのプライベートでも沖縄方を打つんですけど、いや出演されてた、え、本当に覚えてます？覚えてますよ。いや沖縄方を打つんですけど、ここ1、2年各編引いたことない。え、本当ですか？単発しか。小柳さんは買ってるんですか、スロット？え、買ってないです。全然全然勝てないんですよ。勝てないから罰ゲームさせられるんですよ。あ、番組で勝ったらご褒美、負けたら罰ゲームみたいなのやってるんですけど、いつも負けてるんで、いつも罰ゲームさせられてます。今日はどうでしょうね。今日はね、海だし勝てるでしょ。そうですね。あ、バイブです。ビッグバイブどうだろう。あ、各編にか、各編図柄に変わりました。ただあわ、ただあわいけるか。外れろー、外れろー。よっしゃー。え、2枚、はい、もうこれ早いよ。 あっという間に。これまた格変やったらもう一枚でしょ。そうっすよ。帰ってきたんですけど、まあとりあえずあと1回分は指輪で、とりあえず指輪何個あるんですか。3つあるじゃないですか。え、ピアスもまだあるし。そう、めっちゃあるやん。それありっすか。ありでしょ、とりあえず。まあ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 、はい、まあええわ。もう打ちまーす、まあ、思ってた以上に弱いんでしゃあない。そうっすわ。ちょっと弱いとか言うのやめてください。ピアスを認めざるを得ないってね。しゃあなしで。アクセサリーを認めざるを得ない。ちょっと早すぎるっていう、はい、実際じゃあこういう何ですか、映像を撮影するにあたって外国とか行くんですか。あ、外国行きます。沖縄、もちろん沖海は沖縄で撮るんですけど。あ、やっぱそうなんですね。そうです、そうです。だったんですけど、タヒチ、タヒチ、アクアの時タヒチ、あと大海の時はパラオ、あれミスマリンちゃんみんなで行くんでしょ。そうです、そうです。みんな仲悪いんです。仲悪いです。え、めちゃくちゃ仲いいんですよ。なんと、なんと6代目めっちゃ仲良くて、今もうやめて何年経ってるのって感じなんですけど、普通にご飯、あ、未だに、はい、ミスマリンの絆半端ねえわ。いや、でもね、そうなんですよ。約私たちの代3年半やったんですけど、はい、3年半毎日こう一緒にいるみたいな感じなんで、やっぱそうなんですね。部活なんですよ、ほぼ部活、ほぼ部活でした。そう、だから絆も深まりますよ。なるほど。じゃあ大体その今までの歴代マリンちゃんはみんな仲がいいと、おおむね。あ、わかんないです。あ、わかんない。それは、うちらの代は仲いいですけど、他はわかんないです。それはだってわかんないじゃないですか。わかんない、お会いしたことないんで。そうなんですね。そうなんです。でも仲いいんじゃないですか、やっぱり。だってずっと一緒に、仲悪かったから一緒にいれないと思いますね。あんなキャピキャピできないですよね、みんなでね。いや、本当にこのやっぱ3人の中でじゃあ誰がとかってやっぱあるんですか、ライバルみたいな。いや、ないです。キャラが結構言われてたのが、私たちの3人は、はい、1人が水木ちゃんって子が美人って言われてて、オムライス子ちゃんって子が可愛いって言われて、私元気って言われてました。あ、なるほど。そうなんです、元気キャラですね。そうです。いやいや、そう、綺麗と可愛いと元気ってなんだよって感じですけど、まあその通りなんで。そうなんです。なるほど、ごめんなさい。そう、もうめっちゃ笑って動くからイヤホン取れて、取れて。お、あ、お、なんか月が、月が、疑似さん、ネッシー来た。
ちょっと怪しい。来るっしょ。割れず。あー、しゃったまあ単発やったら意味ないですからね。いや、変わるとかない。変わる、変わった。やったいいでしょ。いいです、全然いいです。何も何もあれですから。え、何脱いでくれるんだろう。これちょっとみんな楽しみに待ちましょうね。何を脱いでくれるのか。40のおっさん脱ぐのを楽しみに待ってるやついないで。いやでもズボン脱いできてくれるかもしれないからな。パンツに靴下っていう。俺パンツ、どんなパンツ履いてるやろ今日。それ大事や。大丈夫かな、変なパンツ履いてへんかな。え、めちゃめちゃなんか、ただちょっと暑かったから脱いだだけの人じゃない。まだね、もちろんもちろん。私めちゃめちゃ寒いんですからこれ。早く追いついてください。はい、はい、追いついててか、私が当てろよって話なんですけど。そうそうそう、ちょっと頑張ります。もともとパチンコスロットされてんだんですか。ミセマリンちゃんのオーディションを受けたのが20歳なんですけど、はいはい、そのオーディションの直前に初めてパチンコを打って、で、三葉さんのイメージガールやるようになってから、みんなが結構パチンコスロットのお話してるんですよ。で、それで、あ、じゃあ自分もやってみようって思って、一番最初だからジャグラー頑張って覚えました。行きました、目押しの練習しに行って、はいはい、できるようになったんですか。で、まあ、一応できるようになって、で、そこからアニメが好きなんでアニメ台を打つようになって。おそうなんです。アニメって何のアニメですか。例えば、あ、だからそれこそ、うん、一番打ってたのが バジリスクの2を打ってました。まあ、名機ですね。そうですね、うん、だから大好きで。絆の前のやつでしょ。そうです、うん。あれ面白かったね。化け物語とか、お、初代の窓マギはめちゃめちゃ売ってたんです。あ、それはじゃあアニメも見てって感じで。そう、アニメが好きで。なるほど。そうなんです。今私アニメって言われたらやっぱり鬼滅の刃にハマってましたね。あー、出た、呼吸。やっぱ娘が、はいはいはい、2人とも上の子も下の子も見てまして、あ、それにちょっと一緒にハマって。これ小柳さんあんまり分かってないやつ。いや、漫画は一応読んだんですけど、アニメ。あ、読んだんですか。読んだんですけど、なんかそのなんか私その死ぬとかがちょっと切なくなっちゃうんですよ。まあまあまあ、私もう映画も見に行きましたから。あー、早い、今やってるやつですよ、ね、無限列車まで。早い。煉獄さんね。煉獄教授寮の、まあ、お話ですよ。うまい。ちょっとごめんなさい、全然わかんない。うまい。そうなんですよ、多分わかんないと思います。そう、ごめんなさい。わかります、うまい。それ列車の中で弁当食ってる。あ、そうそうそう、あ、うまい。列車のね、一口ずつにうまいって言ってる。あ、そこを真似したんです。煉獄さんがめっちゃ似てないんですよね。全然似てないね、はい、雰囲気だけです。鬼滅ファンに怒られるかもしれないですけど、漫画よりアニメの方が面白い。あ、そう、みんな言うんですよ。それは確かに、はい、見やすいね。見やすい、うん、いや、そうだから見なきゃ見なきゃと思いつつ、今なんかゲーム機っていうのがあって、私ゲームをやる時期おとアニメを見る時期は私かぶれなくて、おー、時間をゲームの方に重きに今置いてるんで。いや、ゲームが楽しいから。そうなんです。だから漫画しか読めないんです。なるほどね。そうなんです。なんかすごいこう論理的に喋ってるけど全然何言ってるかわからない。確かに、うん、熱く気合で押し切られそうに、うん、何、結構じゃインドアですか。え、ガチガチのインドアです。もうじゃあ休みの日とかも、ま、全く家出ない日とかもある。例えば4日間休みあったとしたら、3日間はもう家ずっといて、4日目にわ、なんか食べ物とかなくなったからコンビニ行こうってコンビニ行くぐらいです。やばいねって言われます。あ、ネシーガオー、疑似に、あ、3、これ熱いな。これレンタだ。
よしよしよし。これけどやっぱり前回も言いましたけど、綺麗な人とか可愛い人ってやっぱボタン絶対トミーさんこうやりますもん。可愛くや押すんすよ、ね、結局可愛い映り方、可愛い押し方、可愛い飲み方、食べ方全部分かってんすよ。この人けど可愛い飲み方してませんでした。なんかボタンって両手で押した方が当たる気しません？出たオカルト。いやー男はやっぱこんなんしないですよね。どうするんですか？ドゥルーポールでは絶対しないです、はい、ちなみにでも僕ボタン押さない派です。あ、そのまま派？もう流もう流しちゃう派。じゃあそのボタンのやつが出たらどうす、どうなってるんですか？あなたみたいな、もうそのクールを、クールを装う。何も何も動かない。プライベートで打ちに行っても全力で両手で押す。いや全然押さないです、これは逆に全力で押すときどうなるんですか？いやいや本当にあのプライベートで行ってもどうやって押しますか？そういう感じだよね。よっしゃ皆様もう一もう一発やりました。ただ指輪がねまだまだあるんで、まだあるんで難攻不落です。よっしゃよっしゃ、めっちゃスマホ。うわー、なんかありがとうございました。